どうもお久しぶりです、石田圭介です。まあちょっと今日は時間が空いたというか、たまには撮ってみようかなっていう気があったので今回は撮ろうと思います。で、今回話す内容というのは、まあ、僕が河合塾でお世話になった先生というものを紹介していこうと思います。今の予定では3本撮ろうと思ってます。まあ、つまり3人お世話になったというか、僕の中で結構影響をもらった先生が3人ほどいるので、それを今回は紹介しようと思います。では今日紹介する先生は早川克美先生です。はい、まあ、この先生はですね、まあ有名なんですよね。はい、まあ賛否両論ある人なんですよ、本当に。実際僕が浪人してる時でも嫌いな人と好きな人が分かれてた先生なんですよね。まあ、僕は好きだったんですけど、まあ、嫌いな人はもう本当顔も見たくないみたいなぐらいの人だったんですけど、まあこの先生はね、まあ一言で言うと、まあ、癖がすごい強い人なんですよ。すごい癖が強い人でして、僕浪人年生だったんで、まあ、浪人に対してはそんなにあれだったんですけど、現役生、まあ、現役生の授業はすごいですよ。例えば授業時間が18時で終わる時間が20時20分だとしましょう。まあ、だから授業時間は2時間20分ぐらいあると仮定したら17時45分から始まって終わるのが21時半とかなんですよ。必ず1時間延長するんですよ。これはもう絶対なんですよ。なので、まあ、これを最初に聞くと、え、嘘でしょっていう風なことがあると思うんですよ。まあこんな感じの先生なんですよね。すごい癖のある先生で、まあ、僕はすごい好きで、まあ、もちろん英語を教える能力がピカイチでしたし、まあ、実際それで僕も早慶の英語に関しては、まあ、解けるレベルぐらいにはなったんですよね。僕は現役の時には偏差値どんぐらいだったかな、正確には覚えてないんですけど、だいたい53、4ぐらいだったのかな、英語は。なんですけど、早川先生の授業を受けてから、まあ、もちろん自分でも自習とかしましたけど、まあ、そのおかげだったと思うんですけど、だいたい偏差値72ぐらいまで上がったんかな。早慶レベルの英語を読むのも、まあ、そんなにきつくはない。まあ、きついけど、それでもね、早慶レベルはもう元々がきついんで、読めるようになったというか、それぐらいの力はついたなっていうふうに思ってますね。で、早川先生は、まあ、先ほども言った通り、まあ、授業がすごい延長する先生で、1時間延長するのは普通。てか、1時間延長しない日はない。しない回はない。ぐらいの感じですね。まあ、僕は浪人してたんで、次の授業がある、控えてるんで、延長はできなかったんですけど、まあ、現役生は本当に1時間ぐらい、下手したら2時間ぐらい延長する時もあるみたいですね。まあ、早川先生の授業は特殊というか、まあ、僕の時だけかもしれないんですけど、テキスト分終わらないんですよ絶対終わらないっていうのがありますね。それでもテキストを終わらせることが目的じゃなくて、テキストを使って合格することが目的なんで、早川先生のやり方は僕結構いいんじゃないのかなっていうふうに思ってますけどね。なんでかっていうと、早慶大英語とかって最初は長文とかもやっていくんですよ。長文もやって文法もやるみたいな感じなんですけど、もう早川先生の理念というか考えれば、もう僕もすごい納得なんですけど、文法できないやつが早慶レベルの英語を読めないっていう話で、いや、これはすごい僕も納得するんですよね。文法すごい難しいんですよ、早慶レベルの文法って。長文に出てくる文法も難しいんですよ。もちろん、早稲田の社学とか、人科あったかな、人科の文法とか、あとどこあったかな、社学人科かな、英文法、あと教育かなの英文法も、問題、めっちゃむずいですよ。で、まあ一番最難関って言われてるのが、まあ法学部のやつなんですけど、僕は法学部の英文法が一番むずいと思うんですけど、まあそこの文法を解くためには、やっぱりちゃんとやらないといけないんで、そこに時間を割くんですよ、早川先生は。最初の初期の頃はね、1学期とか。なので、やっぱり、長文読解よりもまず英文法だっていう考えなんで、必然的に授業が遅れていくんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあそれでも、やっぱり、結果的に受かる力はつくのでいいんじゃないかなというふうに思いますね。なんで僕が早川先生を今でも尊敬してるかっていうと、受験はもちろん受からせる力があるのでそれも感謝はしてるんですけど、でもそれって予備校の先生は当たり前の力というか、だって教えるのが仕事で生徒を受からせることが仕事なんだから、それをさせるのは当たり前というか、それ以外の
僕に影響を与えたものがあるんですよね。それ何かっていうと、僕の価値観を変えてくれた人なんですよ。どういうことかっていうと、早川先生がよく言ってた言葉で、勝つのはいつも少数派だっていう考え方というか価値観があるんですよね。まあ確かにその意見はすごい納得で、世の中を変えていくのは必ず少数派からなんですよね。うん。まあだからこそ早川先生は欅坂、まあ今は桜坂のサイレントマジョリティが好きなんでしょうけど、価値観を変えてくれた、僕の価値観を変えてくれた先生なので、今でも感謝してますね。少数派であれっていう意見は、僕は今でも持ってる考えで、やっぱ自分が今やろうとしてることって、なんかみんなと同じじゃないかなと、同じなんじゃないかとか、っていうふうに思っちゃうことがあるんで、思わないようにしてるんですよね、そういうふうに。うん。思わないようにそういう、なんていうんですかね、こう、みんなと同じことやらないっていう風なのは常に意識してますね。でそういった意味では、その僕の価値観を変えてくれた人なんで、今でも感謝してる先生で、多分覚えてはないと思うんですけど、僕の顔はね。なんせ3年前とかなんで、覚えてはないと思うんですけど、まあ、ぜひ何か機会があったらね、いろいろ話したいなというふうに思いますね。早川先生は僕、浪人してる時は、すごい怖い先生だったんですけど、今思えば、本当に受験終わっちゃえば、本当に普通の人というか、一人間なのでね、そんなに何も怖いイメージ、印象ないのでね、話せるかなっていうふうに思いますね。あの当時よりは僕も少しは人間としては成長してると思うのでね、もし何か機会があればね、酒でも飲んで話したいなというふうに思いますね。はい。そんな感じで、今回は僕の受験時代のお世話になった先生、3人中の1人を今回は紹介しました。あと2人いるんですけど、それは次回の動画ということで、お楽しみにしておいてください。では皆さん、久しぶりの動画投稿でしたが、見てくれてありがとうございました。ではみんな、バイバイ。